じゃあもう一回だけ言ってみるか。これでいければあれも OK な。時空の話はつかんだが、まあ、それがどこまで通用するかちょっと試してみるか。じゃその時空の感覚だよな。多分それが分かれば多分ある程度コントロール状況をコントロールできるようになるんじゃないかっていう。もう本当に本当にさらにいければもう来いや。そうか、またそうだな、軸は大事だね。それならどこまでも素晴らしいことができるかもしれない。もしかしたら非常に楽しみだよ。何かしら発見できるからね。やれば分かることもある。なのでギャラクシアをやめることはなかなかできない。まあ、やられなくてよかったかな、逆にな。あぶね。あぶね。今のは、まあ、あまり よろしくないね。真似しちゃいけませんよ。まあ、最初はその5面ぐらいはまあスピード勝負だな、とりあえず。まあ、なるべく死なないようにして。近すぎたよ、ね、完全に。よし、ほい、スナイパーショットみたいな感じだったな。今4面か、まあ、5面ぐらいだろ、大体は。まあ、油断はしないようにしていくという感じでいいんじゃないか。もう絶対安全領域みたいなありそうな気がするんだよね。その時の軸によってさ、その時の軸によってなんか絶対な安全な場所みたいなのがありそうな感じがするんだよな。やべ、ちょっと今変なとこ見たわ。集中してなかったな。集中してないってか、なんか変なとこに集中したわ。それで、まあ、まあいいや、じゃあここら辺からだな。ちょっとまあそういうモード入るか。じゃあ、まあスピード勝負やってもしょうがないけど、ある程度まあ軸に合わせた感じでやっていって、そうだ、まあ、そろそろ来てるからな、こうやって。危ない。恐ろしいね、恐ろしいわ。さあこっから、じゃあちょっと軸に合わせていくか。じゃあお前らは散々コントロールしてたが、状況、俺が状況をコントロールできるように。それはもう感覚でも意識せずにできるようになるんであれば、相当強くはなるはず。あー危ねえ、狙いすぎたね今。狙いすぎて恐ろしいことになってしまった。よし、まあそうやってまあ散々ひねくれてるのがいい。ひねくれてるのがいいか。まあ、外したがまあ悪くはなかったでしょう。ちょっと早すぎたな。ダメだ、ちょっと今行こうと思ったけど、もうガーっていくね。たまにガーっていくからな、あいつな。
この謎男。まあまあじゃない。よし、軸だ。まあそうだな、格闘技も同じだもんな。軸が大事なんだよ、相手との軸みたいな。なんかそういうのあるでしょ。それを見てなんかまあどういう風に攻めていくのかっていうのは割とまあ変わってくんじゃないかっていうあれはあるけど。敵の重力に合わせる。なるほど、敵の重力に合わせていく。グラビティマンだな。いい話じゃないか。よし、重力に合わせていく。おい、なんか面白くなってきたな。面白くなってきたねえか。面白いな、ギャラクシー面白いぞ。よし、ほらこれだっけ。次はこっちだぞ。避けろ。よし、オッケー。まあ今のあれだったな、ラッキーショットだったな。焦る必要は全くない。俺が今までひどい目になったのは俺の精神的なもろさだったのかもしれない。これはまあいいや、とりあえず敵と打ちをする。敵と打ちからの狙ってたの、今サンタを狙ったからね、今ちゃんと。なるほどね。じゃあ今まで俺はそれは無意識的にやったってことか。じゃあうまくいっただけは。おっ、乱れた、ちょっと乱れた。戻す、流れ戻すぞ。戻す戻す戻せ。くるりんちょくるりんちょ。ちょっと乱れたからな、もう乱れたの分かったからな。ちょっとね、よし、こっからゆっくり行こう。ほら右で OK。 いや乗るね、誘惑に乗る人は全くない。おー、やっちまった。いけるというあれだな、あれ乗っちまったな。ちょっとさあ、これで俺は心を乱されないようにしなきゃいけない。もういいだろ。あくまで冷静に流れに身を、流れに乗っていくぞ。よし、危なかったな。くるりん
ちょ。いいぞ。これはこっち行く。左。よし。まずい。修正しろ。ダメだった。ふぅ。恐ろしい戦いをしてるな。なんか命中率なんか上がってる気がするんだよ。今んとこ。ここが、今俺どういう状態なんだ俺。なんかのまた状態に入ってるね今。で、いつ、多分ここに来たらもうすぐ死ぬ可能性、確率はもう、だいぶ高まったかな。真ん中。ちょっと怖いね。これちょっと分かりにくいんだよな。よし。くるりんちょ。危ない影だった。まあ、俺多分今回死んだのは、なんか突っ込んでて死んだよね、俺。敵に。いけると思って。それで死んだあれが多い気がする。逆に今俺挟まれて死んでない。一回も死んだ。確か多分死んだ？死んだか？挟まれた今。死を超えたぞ。うえ！ダメだった。